テレビアニメ、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編には、いよいよ放送が始まった、テレビアニメ、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編。皆さん少しずつ盛り上がってきている熱を感じます。1話はワールドツアーですでに公開されていたこともあり、内容の再確認をしたにとどまりました。ここからです。2話以降は完全に初お披露目。どのような展開で進んでいくのか、また2話はどこまで進むのかを先取り考察しておきましょう。この考察を知っているか否かで、見るときの没入感が違うはず。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。どこでもいいので共有ボタンから拡散お願いします。また、あなたの刀鍛冶の里編2話への思いをコメント欄に書いていってください。では参ろう。アニメ2話、構成。アニメ1話は1時間スペシャルで、原作漫画98話から101話までの内容となりました。2話は遊郭編と同じく約24分の放送になるでしょう。内容については原作漫画102話、103話までになるだろうと予想します。アニメ2話、時任務一郎。アニメ1話は恋柱、甘露寺蜜璃から聞いた、強くなるための秘密の武器を探しに出かけた炭治郎が、霞柱、時任務一郎を発見するところで終わりました。時任務一郎は鬼殺隊の柱であり、最年少にしてたった2ヶ月で柱にまで登り詰めた天才。無一郎は若干14歳です。炭治郎とは集合会議で面識がありますが、とても良い出会いとは言えない開口でした。集合会議の際は、あの雲の形、なんて言うんだっけ、と全く関係ないことを考えており、すぐに忘れるから、という理由で、炭治郎たちの処遇については興味のなさそうな様子でした。ただ、そんな彼も他の柱同様、親方様には礼節を尽くしており、品津川実美と一悶着を起こして、退席しようとしない炭治郎には、親方様のお話を遮ったらダメ、と師団術で玉砂利を浴びせて追い払いました。無一郎が刀鍛冶の里に滞在している理由は、刀の研磨のためです。担当の刀鍛冶を探している無一郎。しかし、この場にいる無一郎の目的は違います。アニメには、からくり人形。アニメ1話でも少しだけ姿が見えたからくり人形。戦国時代の鎧のようなものをつけています。名前はタイトルにもある、より一ゼロ式。無一郎の目的の一つであり、アニメ2話の重要なキーワードです。無一郎は、東照見習いの小鉄と言い争っています。言い争っているというよりは、冷静に鍵をよこせという無一郎に、絶対に鍵を渡さないと小鉄が反発している構図。鍵というのはより一ゼロ式を動かすための鍵です。炭治郎は二人の様子を見守ります。その時でした。無一郎は手刀で小鉄を攻撃。小鉄はその場に倒れてしまいます。たまらず間に入る炭治郎。小鉄の胸ぐらをつかむ手をどけようとしますが、炭治郎の力ではびくともしません。さすがに柱といった力。無一郎は柱の腕相撲ランキングで7位と下位ですが、それでも炭治郎では歯が立ちません。炭治郎よりも細い腕、小さい体なのみです。そして無一郎は、肘打ちで炭治郎の溝打ちを攻撃。炭治郎はたまらず悶絶します。無一郎は炭治郎の背負っている箱に鬼の気配を感じ、手をかけようとします。しかし、これには炭治郎も怒りの手払い。禰豆子を守る力は無一郎も驚くほどでした。手払いで小鉄も救出しますが、小鉄は炭治郎に対してもあっちに行けと突き放します。鍵を誰にも取られたくないのです。理由は、より一ゼロ式は次で壊れてしまうから。小鉄はどうしてもより一ゼロ式を守りたかったのです。拷問を受けても絶対に鍵は渡さない。そういう小鉄に、無一郎は冷静に正論を叩きつけます。柱の邪魔をするな。柱の時間と君たちの時間は全く価値が違う。早く鍵を渡せ。無一郎の言うことは概ね正論で正しい。しかし炭治郎は、無一郎の言動に極度の嫌悪感を覚えました。配慮が欠けていて残酷。正論を押し付けるばかりで、全く人としての感情が感じられない。時任務一郎が、どうしてこんな人物なのかについては、後半のネタバレパートで。炭治郎は感情論を熱弁しますが、無一郎は、時間の無駄、と炭治郎に手刀を食らわし意識を奪います。実はここで影から覗いている刀匠がいます。アニメには、より一ゼロ式。しばらくして目を覚ます炭治郎。実は寝ている間に、刀匠の鋼塚ホタルが来ていた描写があります。炭治郎は鋼塚に誘拐される寸前でした。
刀の恨みを晴らすため、炭治郎をどこかに拘束しようとしていたのでしょう。恐ろしい。炭治郎が目を覚ますと、そばには虎徹がいました。鋼塚がいたかと聞いた炭治郎でしたが、虎徹はいなかったととぼけます。鍵はどうしたのかと聞くと、虎徹は渡してしまったと言いました。無一郎に鍵を持っていかれたのです。より一ゼロ式はどのようなからくり人形なのか。虎徹の先祖が作ったもので、108つの動きを可能とします。戦闘訓練用に作られたもので、人間を凌駕する力があります。しかし老朽化が進んでおり、次に使用すると壊れてしまう危険性が高い。より一ゼロ式の詳しい説明については、後半のネタバレパートで。アニメには、時任無一郎 VS より一ゼロ式。すでに始まっている、時任無一郎とより一ゼロ式の訓練。ここでより一ゼロ式の顔がお披露目。顔の左側を激しく損傷しています。炭治郎はこの顔に見覚えがありました。夢で見た剣士です。そして、より一ゼロ式には腕が6本あります。その理由は、炭治郎が夢で見た、実在した剣士にあります。夢で見た剣士は実在するのです。腕が6本ある理由については、腕を6本にしなければ、剣士の動きを再現できないから。それほどまでに強い剣士だったということ。その剣士は戦国時代に実在した剣士。戦国時代といえば、炭治郎たちのいる大正から300年以上前。300年以上前からより一ゼロ式は存在しています。より一ゼロ式が作られた技術は、今の刀匠たちでは追いつけないすごい技術。なので壊れてしまったら、もう直すことができません。黙々とより一ゼロ式と戦う無一郎。炭治郎より年下であるにもかかわらず、腕が6本のからくり人形と対等に戦っている。ここで無一郎の春日井ガラスが衝撃発言。あの子は火の呼吸の使い手の子孫。火の呼吸といえば始まりの呼吸。無一郎は実はすごい人物なのです。もっと詳しい無一郎の情報は後半で。でも火の呼吸使ってないよね。炭治郎は正論をぶちかまします。確かに、無一郎は霞柱。霞の呼吸を使います。春日井ガラスは正論を突かれ、黙れと炭治郎に攻撃。ここで炭治郎は、より一ゼロ式が夢で見た人物だと気づきます。春日井ガラスは完全否定をしますが、虎徹は記憶の遺伝ではないかと言います。生き物は記憶も遺伝する。それは刀鍛冶の刀匠にも現れる現象でした。そんな時、無一郎とより一ゼロ式の戦況が傾きます。無一郎の一振りにより、より一ゼロ式の鎧部分が損傷。それを見た虎徹は、たまらず逃げ出します。壊れていくより一ゼロ式を見ていられなかったのです。虎徹を鼓舞しようとする炭治郎。そこには主題歌の絆の奇跡を思わせる発言がありました。自分にできなくても、自分が死んだとしても、必ず誰かが思いを果たしてくれる。虎徹はより一ゼロ式を作るため、炭治郎は秘仏事務山を倒すため、次に繋ぐための努力が必要だ。そう炭治郎は言いました。虎徹は炭治郎の言葉に決心をつけます。しかし残酷にも、そこへより一ゼロ式を破壊した無一郎が通り過ぎます。より一ゼロ式の腕から刀を持って立ち去る無一郎。決心したばかりの虎徹にはあまりにも残酷。虎徹はより一ゼロ式の元へ向かいますが、より一ゼロ式は地面に倒れたまま動きませんでした。炭治郎は再度虎徹を鼓舞。動かないより一ゼロ式。しかし虎徹の思いに応えてか、より一ゼロ式は突然再起動。触発された虎徹は、とあるもう一つの決心をつけました。それは、より一ゼロ式で炭治郎を訓練して、無一郎をギャフンと言わせること。あの澄ましたガキよりも絶対に強くなってください。炭治郎は虎徹を励ますつもりが、変なスイッチまで入れてしまったようです。これにはビビる炭治郎。まだ体力も完全に回復していないのに、今から訓練ですかと。虎徹はそんなことはお構いなしな様子。次週はどうなることやら。ネタバレ小話。ここからは、完全にネタバレありで解説をしていきます。ネタバレが怖い人は閉じてね。時任無一郎。時任無一郎の感情がない理由は過去にあります。もともと家族は木こりの一家でしたが、早くに両親が他界。無一郎は兄の雄一郎と二人で暮らしていました。そこへ訪れたのは、親方様の妻であるあまね。あまねは無一郎たちを始まりの呼吸の子孫だと言いました。しかし、
それを雄一郎は追い返しています。そもそも自ら入隊を志願する柱が多い中、天音が勧誘しに来たのは異例なことです。ある日、時藤兄弟の家に鬼が襲撃します。雄一郎は鬼の攻撃で致命傷を負い瀕死状態。無一郎は我を忘れて鬼と戦います。日が明けるまで無一郎が応戦した結果、鬼は日光で消滅しました。なんとか鬼を撃退した無一郎。しかし雄一郎と同じく無一郎も瀕死の状態に陥ります。雄一郎が死亡後、宇治川が腐っていくのを自分にも宇治川が湧きながらも見続けた無一郎。無一郎が生死をさまよう中、様子を見守っていた天音ら産屋敷が救出します。おそらくカラスを使い、二人の様子を日頃から気にしていたのでしょう。この出来事があり、心身ともに大きなショックを受けた無一郎は後遺症で記憶喪失、さらに新しいことを覚えることもままならない状態となりました。無一郎の感情が希薄なのはこの出来事が原因であり、きつい性格は兄の影響を受けているためです。記憶を取り戻した後の無一郎は、記憶喪失だった頃の自分についてこう語っています。記憶喪失だった頃の自分は雄一郎に似ていた気がする。潜在的に残っていた記憶の中の雄一郎を自分だと思い行動していた無一郎、まるで兄が守っていてくれてたようで嬉しいとも語っています。より一ゼロ式、より一ゼロ式はその名の通り、戦国時代の剣士杉国より一を模して作られたからくり人形です。腕が6本あるのはそれほどまでにより一が強かったということ。300年以上経っても未だ解明されていない技術、それにより作られたより一ゼロ式、元は複数体あったようです。より一ゼロ式の動力源は不明です。これは推測ですが、内部にあった刀が動力源になっていたのではないかと思います。どういった原理かはわかりませんが、太陽光を吸収しやすい日輪刀が内部にあったということで、太陽光発電的な要素があったのでしょう。それ以外は考えられません。スピンオフ作品鬼滅学園では虎徹が玄弥の夏季講習テストの点数を上げるために使用しました。鬼滅学園ではより一ゼロ式はロボット扱いでプログラムが組まれているらしい。鬼滅学園では2体のより一ゼロ式が存在し、もう1体は腕力緩めてタンコブモードで使われかけました。まとめ、いよいよもうすぐ刀鍛冶の里編2話です。2話から無一郎の戦闘シーンが見られるということで、今から興奮が抑えきれません。3話、4話以降も戦闘描写はあり、上限もいよいよ登場。初っ端から面白さが加速していく、テレビアニメ刀鍛冶の里編。見逃し厳禁です。皆さんは2話のどこが気になりましたか？感想をお待ちしております。今回は以上です。それではまた。